加藤春店長よしでーす。イエーイ。今週も私が動画を撮っていきます。今日は何の動画を撮るかというと、最近テレビに出てくる男の人とか見てるとみんなすごい綺麗じゃないですか。顔も女の子みたいでパッチリ二重でさ、綺麗じゃないですか。僕もちょっとそういうものに憧れを持ちまして、この見てもらった通りとてもとても素晴らしいくっきり一重なんですね。私はこの一重の目を大きい二重まぶたの目にしたいと思ったわけですよ。そこでちょっとスタッフに協力してもらって今日は化粧動画を撮っていきまーすっていうね。僕とあの前回動画に出てもらったジアースの二人がカゾホールの中で、あの目細軍団の二人なんですけど、その二人で化粧を撮っていこうと思ってたんですけど、ちょっとジアースが仕事の関係でまだちょっと外に出てますんで、後から彼はですね合流しますんで、どんどん化粧を僕は先にやっていきたいと思います。で、今日ですね化粧していただくのはカゾホールスタッフ、女の子のスタッフを今回は呼びました、志村でーす。はい、お願いします。カゾホールブッキングの志村こと志村玲奈でございます。よろしくお願いします。化粧は結構するんですか？毎日してますからね、自分で化粧。まあ、女の人は毎日しますよね。女の人からしたらやっぱり化粧をすることはマナーみたいな、社会人とか、はいはいはい、最低限の化粧はしなきゃみたいな。あ、まあすっぴん、そうね。男はこう常にすっぴんだからわからないよね、感覚はね。どういう感じなのか。化粧品とかも結構高いでしょ。そうですね、物によっては結構高いんで。昔ですね、僕先輩に言われたことがあって、なんで男はこの女性の食事代を出さなきゃいけないかみたいな話を聞いたことがあるんですね。はい、それは女性は家を出るときに化粧するわけじゃないですか。デートで化粧するってのは化粧品にお金がかかってるから、その分男性が料理ぐらいお金を出そうよっていう感じらしいですよ。ありがたい限りですね。ありがたい。そんな感じで、まあ、ジアースが来るまで僕は先に化粧をやっていきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。よし、それじゃあ行くじゃん、ゴー。用意しました。何ですか？カラコンです。カラコン、なんか家にあったやつですけど。これドア入ってるんですか？ドア入ってないです。それ僕何も見えなくなるやつですね。つけた瞬間に。それ何ですか？これはファンデーションです。ファンデーションね、韓国のやつです。あ、やっぱ僕の大好きな韓国、韓国のです。いろ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 入ってきたんで。アイプチあります？アイプチはあります。とりあえずテープの方とドリルの方と。なんでこんな持ってるのかは自分でも分かってません。聞きました今の。私ね、大きいんですアピールと聞きました。皆さん、世のアイプチを頑張ってる女性の皆さん、こいつはそういう女なんですよ。嫌な女ですよ。汚ねえな。これがいつもの私が使ってるものたちです。これが二十歳の女の子のバッグの中身ですよ。皆さんどうですか？汚ねえな。今日初めて iPhone X で撮影してるんですけど、綺麗ですね。右目だけカラコン入れたんですけど、分かるんですかね。すごい、片目だけ度がなくなって。僕普段コンタクトなんですけど、片目だけ度が入ってないカラコンになってるんで、すごい見えない。具合悪くないですか？ピーン。じゃーん。ベースから作っていくらしいです。やってきます。これでとりあえず大丈夫です。すごいですよ。クソブスな、ブスだな。どうします？これで僕が化粧に目覚めて、次カズホールに来た時にパッチリ化粧してたの。えらいことですよ、えらいことですよ。
二人になんない、すごい。ほら、なんないじゃないですか。どうにかしてください。待って嘘じゃんこれで本当はこう上がるはずなんですけど、はいはい、テープでと全く上がってる感じが上がってないんですよね本当に上がって、待って嘘じゃんとりあえずいつも通り顔作ってきますね、はい、もうテープじゃ効かなかったです、私の目は。ちょっと今諦めました。遅くなりました、ジアスです。ジアスくん来ました。いやあの相口聞かなかった。あこの2人になるのかな、俺。日本総軍団が果たして2人になるのか。よっしゃ、2人になりたい、2人になりたい、2人になりたいですね。2人になりたいな。僕ちょっとそばかす的なのがあるんだと思うんですよ。これ見えるのかな、どうなんだろうね。目のここにどっちだっけかな。それはちょっとあれですけど、こっちかな。こっちのどっかになんか水疱瘡、子供の時にかかったやつのやっぱ跡が。はあ、疲れた。なんかこっちすごいでもなりかけてるんですよ。一応ここにすごい線ができてるんですよ、ここで。なるほど。本当に線だけはついてるの。線だけ、線をつくけどならないとかもある。くっつかない。もう時間もなくなってきたんで、私は答えを諦めましょう。果たして。僕の番ですね。名前は流行ってたのね。やっぱり総集も二重にならないっていう待って取れない。逆に締め出しで。終わりましたということで、ソウシ君とヨシさんにじゃあ向いてもらいましょう。はい、お願いします。せーの、はい。お前二重になるじゃん。アシマジマンジ。マンジなんだけど、かわいすぎて出ますね。やばいな。マンジなんだけど、これカツラかぶせたら、カツラかぶせたらお釜ばできる。ありがとうしみちゃん。お釜ばできる。マジでやばいな。はい、いい感じですね。やっぱつけまつけると、はい、俺もつけまつけたら二重になるのかな。どうなんですかね。あと本当唇がつやつや天ぷら食べたみたいな。ひげあ、こうやば悪くないよ。悪くない。うん、いい感じですかね。これもう総指パンチありすぎて化粧した意味ないやん。もうこっちがすごい綺麗なの。今日剃ってきたんですけど、青ひげだったんで。女の人の苦労がよく分かりました、僕たち二人は。これやろそんな感じで今日は、化粧動画を撮ってみましたけど、はい、いや別の人のパートもやりたいですよね。どういうこと。カンタさんとか化粧もってこと。またこれはじゃあ今日見てイベントをオカマバーかなんかやるときにやろうかな。いな、それは。うん、いいと思う。オカマバーいいと思うそんな感じで今日は化粧してみました。はい、ありがとうございます。面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。
僕ちょっと二重になれなかったんで、アイプチやるのうまいよっていう女性の方、ぜひ僕を二重まぶたにしてください。よろしくお願いします。そろそろちょっとですね、音楽にまつわる動画撮りますね。また次の動画でお会いしましょう。あったかい、怖い、ちょっと動かないでよ、はい、ちょっと目ピクピクするのやめて。あ、そうですね、押さえつけてもらった方が、あったけー、上がるんで、あったかい、あったかい、怖い、あー、なんかあっちへ行って